日本ラインゴルフクラブは岐阜県カニシムロ原に広がるゴルフ場である。1955年代、中京地区はゴルフ場の新設ブームを迎え、36ホール計画は初めてと話題になった。1964年12月24日、岐阜県カニ丘料の日本ラインのみの大田川、乗船場近くに36ホール規模のゴルフ場計画が動き出した。 新たなゴルフ場の建設に向け母体会社、日本ライン観光株式会社が設立された。コース設計は、東西コースとも、川名ホテルゴルフコースで育ち、1955年代に、関東プロゴルフ協会の会長で、プロ会の再建に尽力した、村上義和に依頼した。村上は、同じ岐阜県内の、愛機カントリークラブ、大ケけチコースの設計を行い、 その評価に惹かれて決定された。設計思想としては、神奈川の名門、相模原ゴルフクラブ、西コースは、自然林を生かした緻密な戦略性のあるコースで、評判が高い。1966年11月13日、現、西コース18ホール、6780ヤードパー72規模のゴルフ場が完成、開場された。同時に、 東コースの工事の進行を進め、1967年9月27ホール規模となり、1970年11月36ホール規模のゴルフ場が正式に開場された。コースは雄大なスケールの36ホールの給料コースで、西コースは高低差が30メートルほどで、ホール間を主に松の木や栗林でセパレートされ、ウォーターハザードやクロスバンカーがあり、 戦略性が求められるチャンピオンコースである。東コースは西コースよりも距離が長く、ホール間は多くの樹種でセパレートされており、地形を自然のままに生かしたレイアウトで谷越えや池で変化に富んでおり、技術を要求されるコースである。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する。 日本オープンゴルフ選手権競技大会など多くの大会開催の実績がある。郵便番号509-0253岐阜県加西、室原87番地鉄道道路。ありがとうございます。